どうも、大の字です。うーったー大の中学校。うーったー。どうも、大の字です。今日も一人です。リアクション動画でございます。今日は、いや楽しみです。ソーズのですね、新曲マスカラでございます。私も大好きなバンドキングヌーの常田さんが作ったということで、もう正直今背筋が伸びまくっているところでございます。まあ常田さんのでも楽曲は難しいですよ。まあそれをストーンズが歌い上げれてるのかどうか、まあ歌い上げれてるから発売になってるんですけど、どんな化学変化が起きるのか、もうこれはドキドキもんでございます。はい、早速聞きたいと思います。行きましょう。うわー、いいねー。うん、あー、いいねよ。多いじゃない、テト。あれ、エアギターやってんじゃん。おい、おじさん、エアギターやってるぞ。うわ、なんちゅういい曲だよ、これ。うわ、もうしゃべるよりもう一回聞きてもパフォーマンスリミテッドっていうのも出てます。同じ MV でってこと？ちょ、こっちもエアギター押しじゃん、すげえ。おっさん、エアギター押しだよ、こっち。パフォーマンスリミテッドパフォーマンスデイワン。完全にエアギターですね。やられましたね。平成ジャンプがボカロピートのこうアプローチみたいなのを最初にやったみたいって言うんですけど、調べてみたらストーンズがもうアルバムの中でやってるんですよね。で今回はマスカラのカップリングの曲もクジラさんっていう方がやってる、曲らしいんですよ、はい、アニメーションでやられてて、でまず大条件としてストーンズを最初にこうグループを見たときにちょっとこうカトゥーンっぽいグループやなとか思って、ちょっとこう不良性もあるし楽曲もすごくロックテイストな楽曲が多いなと思って、ただこれもまたありきたりが言ったんですけど更新してるよね。まずキングヌーの常田さんがもうジャストな非常に大人っぽい、アダ
ルティナ、まあ、雨をイメージしているという曲なので、いやーなんて言うんですか、エロティックとまで言いませんけど、非常にセクシーな仕上がりになってるなと思いました。はい、こういうナンバーが歌えるボーイズグループを待ってたと思うし、このアプローチができるっていうことは本当に強みやなと思うし、引き出したなと、色っぽいっす。でイントロのこのアコースティックのこのイントロ、杖田さんが弾いてるらしいんですけど、ね、これやっぱキングヌーもあるよね、アコギのこう使い方うまいよね。で向こうとかね、やっぱこうラップミュージックとか聴いててもやっぱアコースティックとかちょっとこう音数を少なくこう最初入っていく、導入入っていくみたいなのって、うん、もう少しそのジャズの感じのバランスも含めてめちゃくちゃいいね。でこうリズム帯が入ってくる感じ、これもキングヌーのこうバンド仲間で、でもウォンクの方だったりとか、こうバンド仲間の方々は非常に信頼のできるプレイヤーに頼んでるってこと、演奏技術の非常に高さみたいなものを、だからやってることっていうのはやっぱりこのキングヌーがやってる世界観をちゃんと、そのままの状態、純度をもうここにもう要するに薄めずに真剣勝負でやってるという感じがすごくいいし、それに彼は応えてる、ストーンズが表現できてるっていう、でもやっぱバンドと違うよね、でも全然違うところがまたこれがおもろいよね。エアギターは我々へのプレゼントだと思ってますけど、はい、気分は高揚しますよ非常に。それはやっぱりバンド的なアプローチじゃなく、やっぱ彼らがやっぱりアイドルグループであるっていうことの教示でもあるんだよな、はい、で A のところでやっぱりそのユニゾンじゃなく、まあ、っていうかストーンズってユニゾンが少ないなと思いましたね。サビ以外は一人ずつのボーカルを歌い回していくという、しかも結構難しいはずなのに、なんかファルセットで裏返ったから頼らないで、ね、しっかり音符を追っていく感じっていうのはやっぱこう歌唱力がないとできないので、根本的に歌がうまいなと僕は思います。僕はあんま好きじゃないですよ、ファルセットで逃げるとか、そうそうそう、フェイクをちょっとこう入れたりとかして、そういうのってのはいい時にやってほしいし、本当に歌がうまい人がやるとすごく、久保田俊信さんのフェイクやファルセットはもういくらでも聴けますけど、はい、すごいたまにカラオケとかでこうみんなでわーってなんか昔やっぱ行ったりとかして、みんな歌うまいとか言うのにうまくねえけどなって思いながらずっといやこれ歌うまいんじゃない、これごまかしてんだよずっといつも持ってる時があったんだけど、ストーンズに関して言うとしっかり音符をちゃんと押さえて歌ってて、これは分かんないです、舞台で培ったものなのか彼らがそういうような努力をちゃんと怠ってないのか分からないですけど、それぞれすごく色っぽかった、はい、しっかりもう一回見たいですけど、 そのカラフルさもすごくいいなと思ったし、うん、2回目のサビの前は転調してから入っていく感じでしたので、あれとかちょっと難しいはずなんやけどなと思いながら、すごくいいなと思いました。ジャニーズのポップスの本当に新しい、待ってましたって感じがちょっと来ちゃいましたね。で僕は平成ジャンプの本当に群青がすごく好きで、群青ランナーが好きで、ボカロ P とああいう形のパフォーマンスして、まあ、MV の世界もめちゃくちゃ良かったので、あれはもう我々ではすごく見てほしいんですけど、この曲ともうあれですね、この夏はこの2曲にちょっとやられちゃったかもしれないですね。素晴らしいと思います。もうちょっと言葉を失うぐらいレベルが高い楽曲だなと思いますね、はい、いいと思います。悔しいって、なんで悔しい気持ちになるのか分かんないですけどちょっと今平成ジャンプ見たところで撮ったんですけど、全然ジャニーズって今すごいと思いますけどね、はい、やっぱりその時代その時代ですごく最先端なものを大衆化していくっていう、まあ、僕はスマップっていうグループが本当に好きで、それはスマップの凄さってそこにあったんですよ。クリエイターもそうだけど、楽曲作る人もそうだけど、その時代その時代ですごく先鋭的な人をこう取り入れる、まあ、特にこのテンダラーみたいな、まあ、ある種のこう性的な行為みたいなのを歌うアイドルなんてあの時いなかったんですよ。あの時代までいなかったんですよ。だけど歌自体は非常にポピュラリティがあって、
誰もがこうカラオケではしゃぎながら歌えるような曲でみたいな、この両方が兼ね備えていることがすごくクリエイティブなことやと思ったんです。今回の曲も非常にアダルティーだし、書いてる歌詞が非常に大人っぽいし、だけどそれがストーンズというグループのこの色っぽさとこうもう絶妙にブレンドして食べやすくなってる、ポップスとしてすごく食べやすくなってる。これ俺もしセクシーゾーンと平成ジャンプとストーンズとキング&プリンスとスノーマンが紅白歌合戦に決まったとしても、ジャニーズめっちゃジャニーズ推しすげえなとはと俺言わないですよ。かなり僕はレベル高いことやってると思いますよね。ちょっと圧倒されてますね。カップリングの曲もちょっと聞きたいかな。わあめっちゃいいね。めっちゃいいね。アイドルがだってアニメの PV だよ。顔見せないってどういうことよってならない。すごいいいよ。でもそれがいやーこれすごい。いやもうこのラップとかはね、前回もちょっとアルバムの中で見えてたけど、いやめっちゃいいね、気持ちいいね。うわいいね。いや大会の聞かないフィギュアだってすごいこと言うね。アイドルって感じ。いやちょっとグッとくるねこの歌詞。いやお見事です。もう多くの方にご購入いただきたい CM になっております。まずアルバムを聴いた時に SixTONES っていうグループがこんなに幅広い楽曲を歌いこなせるんだってことびっくりしたし、サウンドのアプローチも全部嫌味がなくてすっげえハマってたんだよね。ラップミュージックに関してもすっげえいいなと思って、超オルタナって感があるのに聴ける人を拒絶しないっていうか、でそこにすごいなって正直思ってたんですよね。で今回このシングルの2曲の情報量ってものすごいですよ。だからそこのファーストで培ってるものがさらに更新されてる。こんなこともできるんだ。でアコースティックもそうだし、最初の1曲目の方のマスカラはやっぱオルガンとかクラビネットとか入ってる、やっぱりちょっとこうオーセンティック、しかもちょっとクラシカルなものとかが入ってる。すごいだからアダルティーだしセクシーだし、でも間違いなくロックだね。全然違和感ない。むしろ6人ボーカルがいるなんかそういうグループみたいな、新しいミュージックグループみたいな感じ。その6人がそれぞれ全員違ってて、大会が効かないフィギュア、すごくいいこと言うよね。アイドルっていうものをちょっと替えが効かない、それぞれがこの6人、ストーンズっていう6人は替えが効かないの。この6人じゃなきゃダメだっていうことが楽曲の表現方法の仕方ですげえ分かってる。そこにジャストの楽曲提供すごいね。いやーレベル高いっすわ。はい、もうちょっと私、乾杯です。はい、この夏はちょっとこのストーンズと平成ジャンプに、はい、ちょっと夢中になりたいなと思ってます。チャンネル登録しちょくれー。